私に任せて。今俺に任せて。いった、ほら、俺に任せろ。はぁ、ワイルドザウン、クラエハウマーミー。私、充実してる。負けられないんだ、俺に任せとけって。みんな、頑張って。ほら、俺たちの勝ちだ。勝てたのはみんなのおかげだよ。相手だけど気を抜かないで。これなら楽勝だよ。戦う前から勝負は見えてるぜ。こうだ、パワー、やっとおシルク、いい回避ね。任せて、いやー、私たちもいい雰囲気だよ。そうだな、やれそうだ。オーラッパー、行って、こうだ。動きを止めただけだ。すぐに動き出すよ。ダンバーさんは？お兄ちゃんいないの？どこにも。なんだって？まさかダンバーあの体で。ダイン、研究棟へ行こう。あそこなら。研究棟？そうか、あそこにはモナドがある。うん、モナドならこいつらを倒せるはず。
騎兵ども、我々が防衛するコロニーで好き勝手を任せんぞ。防衛隊長、みんな総員、ここから一歩も退けない。逃げんな。逃げるやつは俺の首。なんだこいつ、騎士兵のくせに顔がついてやがる。俺を笑ってやがるのか。こいつまるで答えないのか。みんな、騎士兵で絶対許さねえ。シルク、入り口が。くそ、これじゃ地下のモナドは。まだだ、まだ何か手が。ライン、フィオル、まだ自走砲が残ってる。そうか、あれならさっき取ってきたエーテルシリンダーを注入すれば動かせる。自走砲なら居住区ね。ああ、行こうぜシルク、フィオル、大将たちの仇取ってやる。君は先に行くんだ。二人だけでなんて無茶よ。私も戦うわ。行くんだ、僕たちもすぐ後を追う。でもこの町は、俺たちホームスは一年前の戦いでダンバンたちに守ってもらったようなもんだ。今度は俺たちが守る番だぜ。そういうこと。シルク、ない。そんな顔するなって。こんな奴ら俺がちゃちゃっと片付ける。シルクに怪我もさせねえ。信じる。行くんだフィオル。ライン、うん、ラインも死なないで。なあよ、今度は信用されたな俺。みたいだね。やれそうだ。
パーン、ストライク、くらえ、俺に任せろ、とハンマービートだ、ライトシール、ありがてえ、ボーンアッパー、ところが騒いできた、攻撃を集中させて、ボーよ、ストリーム、ハンマービートだ、とボーンアッパー、ワイルドダウン、みんなの気持ちが伝わってきたよ、スイートエッジ、ハンマービートだ、はっ、やった、シュルク、ナイス、さすがだ、任せて、行くぜ、俺に任せろ、騒いでみろ、これボーンアッパー、はっ、今だ、ハンマービートだ、やれそうだ、ワイルドダウン、ボーンアッパー、きついね、お前もともとこういうことに向いてないもんな、下がってていいぞ、あとは俺が片付ける、息も絶え絶えで説得力ないよ、だよな、あっ、ライン後ろ、シェルク、できないって、このモナド、ダンバーさん、すげえ、モナドだ、そうか、あの時家にいなかったのはこれを、見えてきたぜ、希望、うん、ん？ピオロンはどうした？居住区へ、すぐに追いましょう。これじゃあ外から回るしかないぜ。よし、商業区から一気に切り抜けるぞ。はい。瞬殺するぞ、戦う前から勝負は見えてるぜ、
油断大敵だよ。火は熟しつつあるな。いや、ほら、俺に任せろ。ストライク、到来。なんとかなったね。だが油断は禁物だぞ。こんな奴らへでもねえぜ。瞬殺するぞ。戦う前から勝負は見えてるぜ。普段大敵だよ。俺たちの勝ちだ。みんな余裕が感じられるな。勝てたのはみんなのおかげだよ。瞬殺するぞ。普段大敵だよ。戦う前から勝負は見えてるぜ。こんなのお前でしょ。火は熟しさあ、リトエッジスイング。みんなの力を一つに。何言ってきたぜ。オーライ、楽勝だぜ。勝てたのはみんなのおかげだよ。瞬殺するぞ。油断大敵だよ。戦う前から勝負は見えてるぜ。今ならやれたほうがいい。なんとか勝てそう。ワイルドダウン、行くぜ。任せろ。なんとかなったね。瞬殺するぞ。油断大敵だよ。戦う前から勝負は見えてるぜ。みんなすごいや。気を引き締めていこうぜ。瞬殺するぞ。戦う前から勝負は見えてるぜ。油断大敵だよ。さあ、僕たちの勝ちだね。では先に進むか。気を引き締めていこうぜ。瞬殺するぞ。油断大敵だよ。戦う前から勝負は見えてるぜ。ハンマービーム、行くぜ。あと一人だ。今なら勝てそうだな。勝てたのはみんなのおかげだよ。瞬殺するぞ。戦う前から勝負は見えてるぜ。油断大敵だよ。瞬殺するぞ。戦う前から勝負は見えてるぜ。油断大敵だよ。いや、いい感じ、いい感じ。では先に進むか。主に俺のおかげだな。瞬殺するぞ。戦う前から勝負は見えてるぜ。油断大敵だよ。ハンマーヘッドだ。余裕が感じられるな。ハンマービートだ。悪くない。主に俺のおかげだな。勝てたのはみんなのおかげだよ。モナロー、ハンマービートだ。さあるな。行くぜ。リトエッジ、トーライ、俺に任せろ。差は気を抜かずに行こう。さあ、次だ次だ。ガンバ、無茶だ。これ以上モナドを使うのは。無茶でもやらねばならん時はある。いいえ、やっぱり無茶です。シュルク、だからだから僕がやります。待て、シュルク、お前には無理だ。シュルク、
視力。なんということだ。まさか視力がモナド。今のは来るぞ視力。ライン。ライン、ダンバーさん。背中は任せとけ。視力、体は何ともないのか。ええ、それよりさっきから変なんです。先のことが、少し先の未来が目の前に見えるような。これもモナドの力なんですか。未来が見えるだって、そんなバカな。本当なのか、シュー君。はい。そうか、以前ディクソンの言っていたモナドの隠された力、もしかしたらそれが。今は何も考えるな。モナドが見せたものを信じて戦え。はい。熱い戦いだったな。では先に進むか。やったね。
へ顔があるのか。んなもんこき落としだぜ。そうさ、モナドの力があれば。でかいからって調子に乗るなよ。ゴロウ、主力のモナドさえあればな。頼んだぞ。ファイティンを解け。今ならやれそうだ。モナドが効かない。おい、どうなってるんだよ。なぜだ、鬼神兵ならいともたやすく立てたモナドが。なんだあの光の筋は。他の鬼神兵にはあんなものはない。まさかあの光の筋がモナドで切れないことに関係してるのか。シュルク、ライン、下がれ。ここは俺が引き受ける。無茶だ、あんただってもう。みんな今のうちに逃げて。フィオル、今の光景は。フィオル、来るな。これ以上好きにはさせないわ。この街は、コロニーナインは私たちが守る。逃げるんだフィオル、逃げるんだ。シルク！
逃げる気か？待てフィオル。気持ちいいね、風。うん、忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。よう。あれからダンバンに会ったか。うん。俺はまだ無理そうだ。強いな、お前。そんなことないよ。逆に慰められてきた。そっか。そういう人だもんな、ダンバンは。うん。モナドがなくたって、あの人は強い。あの、シュルクか。体、なんともないか。はい。僕は、大丈夫です。それより、あの、俺は、泣くつもりはない。え？一年前、俺は、今日と同じくらい深い喪失感を味わった。体験の警告での決戦ですね。あの戦いで、たくさんの仲間たちが帰らなかった。動けない体でここへ運ばれてくるまでの間、あいつらのことばかり考えてたよ。だが、泣かないと決めた。あの決戦で死んでいった彼らには守りたいものがあったんだ。家族や恋人や故郷、それらを守って戦ったんだ。そして勝利した。どんなに辛くても悔しくても悲しむことはない、そう思うことにしたのさ。ダンバンさん。シュルク、フィオルンは後悔していないはずだ。あ、あいつは俺たちを、いや、お前を守りたかったんだ。そしてお前は生きている。だから俺は泣かない。はい。フィオルンがくれた命、そう思って大切に生きていってくれ。頼む。まだ分かったとは言えません。でも分かりたいと思います。それでいい。俺もずっと分かろうとしている途中だ。フィオルンがくれた命を大切にか。やっぱりあの人は強いな。僕は決めたよ。え？命の使い道、あの顔のついた鬼神兵を追う。シュルク、あいつらがこのコロニーを焼いて、フィオルンを僕は必ず見つけ出す。見つけ出して必ず倒す、あいつらを。笑うとこ。悪い、おかしくってさ。まさか先に言われると思ってなかったぜ。ラインも。ああ、同じこと言おうと思ってたんだ。意外だよ。説教されると思った？命を大切に使うってそういうことじゃないとか。そうそう、そんな感じ。絶対そう来ると思ってた。頭の中に二人の僕がいるんだ。
人はそう言ってる。ダンバンさんの言葉をちゃんと聞けって。もう一人は？あいつらを許すな、あいつらをやっつけろってずっと怒鳴り続けてる。それもこっちの方がずっと声が大きいみたいだ。そりゃきっとシルクの中に住み着いた俺なんじゃないか。納得、道理で声でかいわけだ。だろ？いつ出発する？もちろん今だな。行くか。ライン、あの黒いやつを追うのはいいけど、何か手がかりはないかな。まずはコロニー6へ行ってみねえか。コロニー6か。ここ以外に唯一残っているホムスのコロニーだね。あそこは奴らの拠点があるって噂の体験の渓谷とここコロニー9の間にある。体験の渓谷から奴らが来てるってのなら、コロニー6の人たちが何か見てるかもしれないぜ。そうか、コロニー6なら黒い顔つきに関しての手がかりが得られるかもしれない。マグメルドの遺跡を抜けてテフラ洞窟を登れば巨神の膝に出るはずだよね。ああ、膝に出ればコロニー6まではすぐだろう。そうだね、行こうか、コロニー6へ。